皆様ハイタイム。私たちは本日沖縄市にある東南植物楽園に来ています。イエーイ、イエーイ。すごいいい天気ですね。本日は初巡り開催されているので、ちょっとね今の時期の初を見に行きましょうか。はい、楽しみ。そう、朝しか咲かないので今日は朝一来ています。オープンと同時に、はい、初の花を見に行きたいと思います。はい、レッツゴー。以前写真里でブーゲンビリアのね、はい、来ましたね。も見たし、琉球舞踊もここで見ましたね。はい、もう東南植物楽園は本当にいい場所だ。ね、好きで来てません、私。好きで来てる。前冬だったもんね、イルミネーションもね。いや、本当にでも県民に愛されてる場所ですよね。綺麗空。バイバイバイ。すごいセミが鳴いてます。もう夏ですね。夏だ。セミの季節だ。皆さん聞こえますか？すごいヤシの木が長いですね。本当だね。うわー、なんかいいよ、二人。いい感じ。気持ちいいね。お、だんだん見えて、お、綺麗。橋の真ん中がシャワーみたいですね。そして本日ですね、与那国馬に乗って初巡りができるそうなので、与那国馬の元へ行きましょう。はい、行きましょう。イエーイ。嬉しい、念願だね、与那国馬。本日はよろしくお願いいたします。はい、まあこちらにある与那国馬が引いてくれる馬車に乗って後ろの方、この初の紹介をしながらぐるっと一周。へー、楽しみですね。楽しみ。おばさんとこ行きましょうか。はい。こんにちは。与那国馬のゆうなくんと言いますね。ゆうなくん。よろしくお願いします。はい。はい。わあ、かわいい。鼻息が。鼻息ですね。ゆうなくん、今日よろしくお願いします。ちょっと前の方に来ていただいて。はい、じゃあ、今日はよろしくお願いします。元気いっぱいですね。ありがとうございます。早速乗ってみましょうか。よろしくね。最高。あ、いい。似合ってますよ。全然違う。いい感じ。涼しい。お願いいたします。お願いします。はい、じゃあ出発しますね。はい。っていうのがですね、一番最初にちょっとこの写真を見ていただくと、ちょっと花角と呼ばれる部分で、はい、それを昔の人たちは蜂の巣みたいっていうことなので、蜂巣って呼んでたんですよ。それが本当は最初の名前だったんですけど、それからどんどん長い年月かけて蜂巣って呼んでたらなまってくるんです。それがなまってきて、蜂巣、蜂巣、ハスってで、今のハスっていう名前になってるんですよ。いいです。いいですね。優雅ですね。優雅ですね。朝からのんびりと、のんびりと、はい、朝の贅沢な時間にしていただければと。頑張りましょうか。このスイレン、はい、もともとはハスと同じ仲間だったんですけど、最近研究で別のものって分かって、ハスはハス科として、スイレンはスイレン科として科が分かれたんですよ。すぐ見たら分かるように、水の中に咲いてますよね。水の中に花がちょこっと上に出るようにして咲いてるのが共通な特徴です。この花を見ていただくってなったら本当に4日間しか楽しめないです。貴重なお花です。時期もこの夏はが一番最盛期で、引きすぎたら葉っぱも何もなくなっちゃうので。そうですよね。こちらをご覧いただきたいんです。あ、すごい。はい、これ実際に手に取って触ってみたりとか。食べられるんですよ。まだこの実が完全に黒くなっていないと食べられるんですけど、この種とか実はお茶にも使われたりするんですけど。確かに売ってましたね。はい。ローキシーとかご存知ですよね。はい。その人たちが実際に暗飲してた、めっちゃ飲んでたんですね。楊貴妃って美人だったっていう。三大美人の一人。美人になれるはず。取りやすい体質だったらしいんですよ。でもハスモチ取っちゃって、美容効果とかそういう健康効果以外にもダイエット効果とかありまして、三大美女と言われる体型を維持してたんじゃないかって。弱いんですけど、ここにこのソースをつけたらジャーッと出るんですね。はい、ありがとうございます。よかったら最後まで。みんなくんバイバイ。ありがとうね。あったかいね。いいあったかさ。ちゃちゃちゃ。バイバイ。もらえないかな。おやつちょうだいっていうことですか。大体は最後の方となりますね。最後。こちら。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ハスのことしか聞いたので、なんかよりハスが好きになりました。ありがとうございます。はい、ということで、ハス巡りが終わって、今はカフェに来ています。じゃじゃん。ハイビスカスティー。はい。美味しい。そして生き返るね。生き返る。本当に暑いので皆さん熱中症だけには本当にくれぐれも気をつけてくださいね。はい、ユナグニウマに乗ってハス巡りをすると詳しくなりますね。ハスに関して、小さいお子様も一緒に触れ合えることができるので、ぜひご家族で楽しんでみてください。詳しくはホームページを概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。そしてハス見てみたい、ユナグニウマと触れ合いたいと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様、またやったーい。しかも話さないからさ。暑いかな、ゆなくん大丈夫かな。美味しい？優しい顔してるね。